You've got me questioning my position. Am I just filling out? 今日のアキレド号はここです。大江の里。大江の里、鳥取駅からはね結構離れて兵庫の方に寄る感じになってて、うん、車で30分ぐらいかかったんですけど、ここのパンケーキが絶品らしいので食べに来ました。はい、すごい雨降ってるから急ごう。めっちゃ美味しそう。うわー、うまそうだね。大好きな感じのパンケーキ。あ、うまそう。理想のパン。おいおい、違うこっち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 。土日はね行列ができるぐらい。うわ、めっちゃいい匂いする。えぐい。1日30食限定なの？本当だ。でもなんかこういうの見てたら美味しそう。平日なのにめっちゃ混んでる。うん、美味しそう。めっちゃうまそうじゃん。卵、スープ、ご飯、美味しそう。これが専用の卵かけご飯専用醤油らしい。 ね、いやでも今日はこれがメインじゃないからね。え、これはおまけだから。今日のメインはパンケーキだから忘れないでね。今日これ食べる。違います。大江の里自然牧場の天美卵、本日採卵、平飼い鳥の自然卵、本日だって。すげえ。すごい。これさ、卵かけご飯のさ食べ方問われない？お互いの。ちょっとニーヤの食べ方見せてよ。これはそのビジュアルを大切にしたいから。あ、最初にちょっと、なるほどね、そっち系ね。あそこに乗せてから。お、行くね。結構多めにかけてって言われてたよね、さっき。うん、そうやって食べる派か。そう、うちは結構ビジュアルよりも味重視。それだと白身がさ、ドロッて口に入ってくるじゃん。あれがダメで。わかるわかる。入れる。わかる。で、黄身と白身をもう一体化させて。あー、ね、まあ、わかる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 。こっちの方がちゃんと白身と黄身が混ざって、美味しく食べれる。はい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 。ですね、どっちでもいいな。おいね、おいしい。卵濃いし、このだし醤油も結構多めにかけたけど全然しょっぱくなくて、うまい。この瞬間が好きなんよ。あそこで混ぜるんだ。であんま混ぜきらんないぐらいでちょっと食べるっていう。めっちゃうまい。卵すごい、ね、濃厚。取れたての卵なんか食べないよね、うん、普段。めちゃくちゃうまいやん。うん、体に優しそうなスープ。ね、締め食べ終わればみたいな。ね、飲み物だね。うますぎる。ニーヤってさ、丼ぶりとかさスプーンで食べないよね。うん、牛丼とかもさスプーンあるのに食べなくない？スプーンで。なんだよ、食べやすいじゃん、こちらの。箸が好き。へえ。結構何でも箸で食べるよ。うん、ハンバーグも箸で食べる。うん、箸で食べられるものは基本箸で食いたい。うん、俺カレーも箸だからマジで、うん、あ、そうなの。スプーンはあるでしょ。俺のそうだと思ったけど、親がそう言ってるから。へえ。なんか変。いやいや、全然、うん、お母さんが言ってるんでしょ。おばちゃん全然変じゃないよ。それがその日本人らしくていいよね、逆に。いい育ちだね。ビーフシチューとか地中系も基本箸。あ、そうなんだ。うん、まあでも日本の文化だからね、箸は。うん、それお母さんとお父さんが言ってるんでしょ。言ってる。あ、じゃあ絶対お腹のさ容量がさ10としたらさ、まだ 0.5 ぐらいしかお腹いっぱいになってない。ほぼゼロだねこれ。うん、ブリュブリュ。大山の里パンケーキ届いた。このメープルシロップをこうやって出してくれるお店のパンケーキは絶対うまいです。かけ方、なぜならパンケーキとはメープルをかければかけるだけうまくなるからです。パンケーキのうまさイコールうちこのメープルの量だと思ってるんだよね。うわー、すげえな。すごい。箸とかでも全然いけそう。箸で食べようとすな。わー、美味しそう。ふわふわだね。
やばい。ドロのパンケーキ、バターが結構しょっぱめなの、うん、塩が結構効いてる。一緒に食べた時マジで美味しい。嘘、はい、このパンケーキは私すっごい好き、はい、うまっ、うまそうだな。これはうまいぞ。美味しい、大好きだわ。一口俺の順番かな次は、うん、すっごいうまっ。プルシル、うん、プル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 、うん、やばいよね。めっちゃうまいわ。めっちゃ美味しいね、うん、罪悪感があんまないよ、なんかふわふわすぎて、ふわね、ね、このバターいいね。そう、うん、とんでもなく美味しいんだけど、トトトトトトってなっちゃうぐらい、もう、うまい。ちょっともう本当にパンケーキ好きにはたまらないパンケーキ。うまっ、うん、うまっ。あ、8切れ中5切れ食べただろ、8切れ中5切れ食べたよな。うまっ。見てこの最後さ、下にさいるさ、うん、もうホットケーキ屋さんもびしゃびしゃになりますマジで。もう高野豆腐ぐらいメープルシロップを吸ってるんだけど、これが美味しい本当に。まだ実は今の顔、うまっ。やばいやばい、えぐい雨降ってる。最悪、最悪。傘ないんだけど。傘ない、ちょっと向こうも見に行こうよ。でもやばいな、雨やばいな、傘もないし、うわ、しかも滑りそうで怖い。うわっ、ヘビ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 ヘ百貨店の地下みたいだね。こういうパン屋さんがあったりとか、こういうなんだケーキ屋さん、バームクーヘン屋さんがあったりとか。あ、だし巻き卵、美味しそうだね。ここはだし巻き卵とか卵が、卵推しなんだね。大江の里は天美卵っていうのが、うん、さっきいただいたやつじゃない。美味しかったもん、めちゃくちゃ。特にパンケーキ美味しかった。パンケーキのメープルが美味しかった。そう、メープル、うちさっきもしかして9割メープルの話してた、さっき、うん、やばい、嘘でしょ。ああ、めっちゃうまそうじゃない。うまそう、釜玉うどんだって。しかも釜玉と卵からうまそう。正直いけるよ。いや、いけるよね、正直食べれるよ、全然。なんかすごい地方番組みたいになってるね、なんかこの新設したこの大江の里を紹介してるみたいになってる。このうどんとかこのだし巻きとか言って、たまたまが食べれます、ね、誰のためにやってんのっていう。美味しかったね、それ。天美卵、天美卵だって。あとこの卵かけご飯、あ、これいいよね、お家で卵かけご飯セットだって、うん、こんなプレゼントにすごいいいじゃん。いいよ。いや、あ、さっきより大丈夫。さっき落ちた。でもいいとこだね、ここ。すっごい自然が綺麗。霧がさ、いい感じね、今霧がかって山の。あ、でもここすごいいいとこだわ、この田舎。とにかくこの大江の里自然牧場のパンケーキ本当に美味しかったです。めっちゃうまかった。いや、すっごいおすすめの声が来てたのね。そうそうそう、あのソフトクリームの次に多かったから。いや、行ってみて本当に良かった。ちょっとね、鳥取の駅から30分ぐらいあるから、観光で行くっていうにはちょっと行きづらい場所かもしれないんですけど、行ってみる価値はあると思うので、皆さん本当におすすめです。はい、教えていただいた皆さんありがとうございます。ありがとうございました。ということで本日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。